イラクとサウジアラビアの国境付近にあった中立地帯地形図地図中立地帯はかつて1922年から1991年までサウジアラビアとイラクの国境地帯に存在していた7 0 4 4トルの領域でその範囲内については両国の国境が確定していなかった1922年5月5日のムハンマラ条約によって当時イラクを 移任統治していたイギリスと、後にヒジャーズ王国を併合しやがて、サウジアラビアへと移行するナジド王国との間で、衝突の危機が迫っていた状況が回避された。この条約は、国境の確定を行わなかった。その後の交渉を経て、1922年12月2日のオカイル議定書によって、両国の境界線の大部分が確定し、中立地帯が設定された。 中立地帯の領域内や近傍には軍事施設や高級的な建物の建設は許されず、両国の遊牧民は中立地帯内の牧草地や井戸を自由に利用できた。1975年に至り、中立地帯の行政区画が策定され、1981年には国境条約が結ばれた。理由は不明であるが、この条約は国際連合に通告されず、 イラクとサウジアラビア両国の外部には新たな国境の変更が告知されることも新たな国境線の詳細が地図で示されることもなかった。湾岸戦争が迫りつつあった1991年はじめ、イラクはそれまで1968年以降にサウジアラビアと結んだ様々な国際的合意をすべて撤回した。これに対抗してサウジアラビアは 1991年6月に国際連合の場でそれまでにイラクと協定していた国境交渉におけるすべての合意を登録した。これによってサウジアラビアとイラクの間の中立地帯は法的に消滅することになった。各国の公式な地図の大部分はダイヤモンド型をした中立地帯を記載しておらず、かつての中立地帯の中央を横切るように国境線が引かれている。 例えば、アメリカ合衆国国務省地理局は、この地域には厳密な国境線が引かれているわけではなく、おおよその境界線が引かれているだけであるとみなしている。サウジアラビアとイラクの間の中立地帯には、かつて ISO3166 から1のコードとして NT と NTZ が割り当てられていた。これらのコードは1993年に廃止された。一方、 フィップス10から4におけるサウジアラビアとイラクの間の中立地帯の高度は良であったが、こちらは1992年に廃止されている。ありがとうございます。